こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、始まりました。美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで今日は、寝癖も隠せる、ポニーテールアレンジをやっていきたいと思います。私くらいのロングの方から、だいたい片下くらいのミディアムくらいですかね。ミディアムくらいまで。はい。の方にも参考になるかなと思いますので、はい、ぜひ、やってみてください。はい、それでは動画スタート。スタート。はい、ではいつも通り私のこの寝癖の状態からスタートしていきたいと思います。バームを爪の甲の部分でだいたい爪くらいの量取って毛先から順に伸ばしていきます。しっかりと潤いが出るまで全体に伸ばしてください。このくらいツヤと潤いが出たら OK です。トップの表面の部分をこのくらい取り分けていきます。分け取った髪の毛を3等分に分けて三つ編みを作っていきます。こっち側の髪の毛をこっち側に、こっち側の髪の毛をこっち側に、これをワンセットとして3回これを繰り返していきます。こっち側の髪の毛をこっち側に、こっち側の髪の毛をこっち側に、ラストもう一度こっち側の髪の毛をこっち側に、こっち側の髪の毛をこっち側に、で、これをまとめます。ここでゴムで結びます。ゴムの部分から崩していきます。三つ編みの部分を横に広げるように、反対側も崩して、次にこの真ん中の部分をほぐしていきます。少しずつ上に向かって1ミリくらいの束を引き出すように崩していきます。おくね毛がある人は少し下ろしておいてください。サイドの髪を耳後ろで取り分けておきます。サイドの髪を後ろに持ってきてゴムの上ら辺でまとめていきます。ゴムで結んでいきます。少し空洞があると思うのでここにくるりんぱしていきます。ここの部分が分け目が出やすいので三つ編みの部分を少し下に引き出して隠していきます。残りの髪の毛をすべてまとめていきます。ヘアアクセをつけていきます。ヘアアクセで結んでいきます。髪の毛の量が多い人だったり、ヘアアクセで先に結ぶのが難しい人は、シリコンゴムで先に結んでも OK です。向きが整ったら、完成です。はい、ということでお疲れ様でした。なんかいい感じやね。いい感じやったよね、はい。はい。今日のポイントは、三つ編みをすることで寝癖を隠せる。確かに隠れてます。はい。はいはい、っていうのと、あとはスタイリング剤ですね。スタイリング剤をしっかりとつけることで、ツヤと潤いが出て、寝癖でも綺麗なアレンジに見えるかなと思います。まあ、個人的にはね、バーム、バーム最近やっぱバームが結構やっぱりそのオイルとかもそうなんですけど、一番結構自然に見えるかなと思うので、まあ、パサつきが気になる方ぜひよかったらバームを使ってみてください。はい、はい、この動画がよかったらいいねボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。